お疲れです。今日はちょっとね、画面見ても分かると思うんですけど、ちょっとパソコンを使ってね、なかなかこのセミナー動画、夜6時かな、今上げて、で毎朝朝6時には結局普通の YouTube みたいなやつ上げてるじゃないですか。あれ結構、まあ、1万2万とかね、10万いったやつも結構あるんで、まあ、順調なんですけど、もともとこういうセミナーとかこういうのね、やっていきたいなと思ってるんですけど、なかなか反応がなくてちょっと萎えとるんですけど、まあそういう中で、まあたまたま昨日ちょっと知り合いと俺お酒飲んでさ、まあ友達は、まあ俺知っとるからね、友達とか、まあ知り合いは結局 YouTube のね、ふざけた面白いやつよりも全然、まあその俺が喋っとるやつの方が、まあ、勉強になるっていうところまで言ってくれたかどうかわからんけど、まあ、結構勉強してんだな、あいつも頑張ってんだなっていう意味で、いやもうそっちしか見てないっていう子がおって、2人もおったんだ、一緒に飲んどって、3人で飲んどって、そっちは見てるよみたいなのを言ってて、まあ、ちょっと勇気をもらったんですけど、まあ、早速ちょっと気合入れてみようかなと思って、今日ちょっとねパソコンでやってみようかなと思うんで、ちょっと分かると思うんですけど、ちょっとね、ほんでこれ頑張ったなと思ったら、ちょっと本当これいいねいいねだけどちょっとつけてくれると、あのさ、俺もなんかいいねとかつけるの本当恥ずかしいんだけど、あのいいねつけたかって誰がつけたとかも分かんないから、じゃあ知り合いもつけてほしい、マジで。あのいや、なんか変にバレるとやだなとか、なんかさ、俺らぐらいの年になるといいねをしたり、なんかあれでしょ、俺コメントも入れたことないんだけど、あの動画にね、まあ、コメントも分かんないと思う、誰が入れたかも。あの名前は出るよ、コメント入れた人はね、だけどそのアカウントの名前は変えれるはずだから、コメントいいね、あのチャンネル登録もね、あのチャンネル登録もしても、誰がチャンネル登録したっていうのは分かんないから、まあ、人数だけは出てるけどね、うちには。だからあのぜひちょっとあのチャンネル登録も頑張ってしてほしいな。でどの動画からチャンネル登録したっていうのは、動画の一つ一つの動画の成績みたいなのが見れるんですけど、まあ、そこに出るんですよ。だからまあ見てるんだけど、あのぜひね、ちょっと本当今日頑張って、これ資料作って、俺今日本当もう何時だ、これパソコン出るんじゃねえか、まあまあいい時間ですよ、10時ね、10時7分前、ちょっとで気合い入れてやろうかなと思ってますんで、はい、よろしくお願いします。じゃあ、まあサムネにもあったように、一人親方と従業員の違い、まあ職人の世界だと、あの一人親方っていうか社会保険入ってない子っていっぱいおると思うんですけど、じゃあその一人親方か、まあ従業員か、まあどっちがいいか、まあいいか悪いかじゃないな、今日はまず所得の違いだけあのやろうかな。あの全部やるとすっごい長くなるんで、またね、あの河合くんから苦情出るんで、10分以内にね、行っても15分までに抑えておこうと思ってますけど、はい、行きます。はい、じゃ あ1000万のまず従業員の話からか。あのまず1000万円のもし年収もらってる従業員、まあ結構俺も今これね、あの作ってる時に資料見てたら 5% ぐらいは1000万超えてるとかなんか書いてたかな。で従業員、あの会社員、サラリーマンっていうのは基本的に所得をもらう前に税金がまず引かれるんだよね。厚生年金、まあ、健康保険、これだね、年金だけど68万50、これでね、ちょっと俺もネットで調べた、俺もちょっと1000万じゃないから給料がね、あのちょっと分かんないけど、まあ大体、ああまあこんなもんだろうなっていうところは、あの合ってると思うんですけど、まあ数万円ぐらいは違ってくるんかなっていうのはちょっとあるんですけど、結局所得税とかももうこの1000万にかかってくるよね、年収に。まあボーナスでもらうとか、あの子供がおるだとかで、まあ多分違ってくると思うんですけど、結局はまあこの厚生年金、健康保険、所得税、住民税で合計で269万で、所得が731万になる。でこれはもう多分もういい加減だわ、あのまあそのボーナスの割合が多いとかでちょっと変わってくると思うんですけど、700万だったり750万だったりすると思うんですけど、結局はでも大きい違いっていうのは、従業員はまずその給料をもらう前に税金なんだって引かれるんだよね。まあそれだけちょっとここ覚えておいてほしいんですけど、で次はまあ一人親方、まあ同じ1000万だとすると、なんていうかな、一人親方なんだね、基本みんなさ、あの社会保険入ってないとか厚生年金入ってないっていうのは、まあ多分ほぼほぼですけど、あのうちの従業員でも、まあ、社会保険入ってない子おるんだけど、で従業員扱いしてるっていう、まあこれ税務上従業員扱いしてるっていうと、多分税務署来たら怒られちゃうもんであれですけど、まあね、いろんなあの仕組みはちょっと違うんですけど、まあ一人親方っていう制度だよね、まあ究極は。まあそれよくあるでしょ、今ちょっとゼネコンの仕事なんかだと、要は社会保険入れだとか今ごちゃごちゃやっとるじゃん、うん、だからああいうのも
ね、よく職人さんは分かると思うんですけど、まあ、ちょっとしょ、ね、あの職人やってない子だと何とかちょっと分かるんですけど、一人親方って何っていう感じになっちゃうかもしれないんですけど、この一人親方っていうのは、まあ、どこまで申告みんながしとるか分からんんだけど、あの申告した方が絶対得なんだわ。何って言ったら、申告してなくて結構何年も貯まって税金バーンって持ってかれる子おるけど、ね、ほんで破産宣告しなかみたいな、1000万円税金払いって言われましたとかいうやつおるんだけど、結局ね、一人親方っていうのはこうやってもう税金入れるの、これも適当に書いただけ、これ減価償却って言って、あの車はね、とにかくでも、じゃあ500万のハイエース買いました、400万のハイエース買いました、アルファード買いましたって言っても、一括でいあの経費に入れれない、まあ、1年間ね、例えば年収が1000万で400万の車買ったから400万入れれるかって言ったら、何年かに分けて入れなかった、それはまあ税務署に電話しちゃ分かるし、パソコンでも書きゃ分かるわ。で申告するときに教えてくれる、どうやってやればいいかね。でまあ大体月5、あの年間で入れたもんで、ね、年50万だとまあ4年だと200万か、ね、だってもっと大きくなるよね、こんな下手したら。もっといい車乗ったら、ハイエースとか乗ったらもっといいでしょう。でまあ事務所、まあ、これもさ、曖昧なところなんだよね。一人親方って自宅が事務所じゃん。だから、まあ、まあ税法上なんかいろいろあると思うんだけど、家あの住居兼だから半分しか入れれんとか7割入れれるとか、まあいろいろあると思うんだけど、まあまあ事務所、あの実家住んどても入れれるでね、事務所の経費っていうのは、うん、まあ親にお金払っとるか払っとらんかはまあちょっと考えてほしいんだけど、まあ払っとるっていう体じゃいかんけど、払っとるは別に払っていいよね、事務所として使わせてくれって言ったんだもんね。でガソリン代、ガソリンもそうだよね、まあ、究極言ったらそのどこがプライベートでどこが仕事かって分からんじゃん、ガソリンでね。だからまあまあ全部入れるって言ったらちょっとまあね、残るでね、この動画明日税務署が来たらやばいもんでまあ全部入れれるとは言わんけど、まあ自己判断で、まあ、入れて60万の月5万だな、これ家賃も月5万だな。で飲食代、そうそう、この飲食代なんか本当にそうなんだわ。まあ、うちの職人でいうと、職人同士でみんなしょっちゅう飲みに行っとるけど、あのも完全に経費だよね、打ち合わせっていうか勉強会だとか仕事の話してんだからね。まあキャバクラの話してる場合もあるかもしれないですけど、だから飲食代っていうのは基本降りると思った方がいいな。うん、であと作業着道具、うん、こんなの完全に落ちるよ。作業着はね微妙だけど、ユニフォームとして扱えば落ちるんだわ。何っていうと、なんかまあ俺の会社は、うちは企業だもんで、あの中小企業のまた個人事業の人と違う扱いなんですけど、作業着もね、どこまでが落ちてどこまでが落ちんかっていうのもなんかあるんだ。ユニフォームでポロシャツとか配るのは落ちるとか、うん、ただ俺がスーツ買ったっていうのは落ちないとかね、なんかいろいろあるんですけど、まあ正直、まあ、こういう言い方すると個人さんっていうのは、まあ、甘いから、うん、だから作業着、まあ、私服とは言わんけど、例えば私服も打ち合わせで使ってんだったら、まあ、究極や落ちるよね。だって俺と会うのに私服で来いとかね、まあちょっと綺麗な格好して来いよお前って、いや言われるわけじゃん。会社のバーベキューとか来るのもね、個人事業主さんが、うん、だってまあ曖昧なとこではあるけど。であとはまあ保険料、もういろんな保険がもう税法上は一応認められてる、税金っていうか経費なんだな。あのちょっと分かりづらいかもしれないけど、まあその他の経費、まあこれちょっと保険料はちょっと置いとこうか。その他の経費って、ジュース、ホームセンターでまあ物買ったとか、まあコンビニもそうだよな、ジュース買ったりあれっていうのも経費だもんね。で、これ面白いんだけど、祝儀、これ見えるかな、うん、この祝儀、これ祝儀って書いてあるんですけど、祝儀もね、まあ降りる。結婚式行ったり、葬式っていうの、ああいうの行ったり、まあお呼ばれで行ったものは全部降りるわけよ。もう結婚式なんかお呼ばれっていうか、まああれでしょ、まあじゃあ兄弟のあれはおりんよ多分。だけど、まあ、連れとそのまあ個人事業主なんかよくあるけど、連れとその取引先っていう、まあ、曖昧なところあるじゃん。連れから紹介してもらうとかもあるし、だからまあ基本祝儀っていうのは出ますよってことだね。で俺はもう従業員 の結婚式とか行ったらもう完全に落ちるし、もちろん取引先とかでまあしょっちゅうあるわ、葬式だ、あの結婚式だっていうのはあるけど、まあまあ落ちるわね。まあ落ちんといかんわね落ちんといかんって言ったらいかんけど。であとまあ携帯代なんか、まあ俺は会社の社長であれだけど、携帯代ももちろん落ちますよね。携帯使うもんね、仕事で。で車の改造費って、まあ若い子だってよくあるかなと思って、ちょっと、まあ、なんか書いてあろうかなと思って書いたんですけど、まあほら もちろん落ちるし、電化製品も、うん、だからまあ曖昧なところとだけ言っとくけど、まあ落ちるわね。
それはまあ何って言ったら、じゃあこれプライベートで使ってるんですか、仕事で使ってるんですかっていう世界だと思うんだけど、まあ、パソコンなんかはまあ 100% 落ちると思うんだけど、でその辺でまあまあ申告の時に、まあ、そんなに個人さんはまあ厳しくないから、まあ、節度を持って申告してねとしか言えんけど、これ以上言うとね俺も叩かれちまうもんで、うん、でまあ究極はまあ脱税しろとか言ってんじゃないでね、これもう先に言っとくから、俺なんか俺叩かれそうだなと思って初めてこのパソコン使ってちょっとグッドとチャンネル、あのねチャンネル登録数と視聴回数頑張ろうと思ってやっとんのに、これでいきなりガーン来られたらもうちょっとへこむで、あの脱税補助とかなんか脱税をおすすめしてる話じゃないでね、あの一人親方と従業員の所得の差っていうのを話してる。で、まあ、常に730万ね所得があるってことだよね、税金引かれたら。こういうのがね厚生年金だなと。これもっとあるんじゃないかな、あのそんなもんか。269万引かれる、まあ、ザクだでね、これあの300万から250万みたいな感じで思った方がいいと思うけど、でこの一人親方のもう従業員との違いはこれさ、まあ、経費これでもうこれ530万なので、これ手取りだけど、まあ、個人事業主はねもちろんだけど、よく考えてこれってさ、まあ、いろんな考え方があるでしょ。だって手取りじゃなくて利益なんだわ。なんかねこれ見えるかな、見えてるかな、うん、ちょっとねズーム機能がないカメラ使っとるもんあれですけど、この利益がだって538万円経費だから、利益が470万残りましたよみたいなニュアンスなのかな、わかるかな。でここに対して税金かかってくるの、うん、でここに対してまあ、税金かかってくるんですけど、一番最後にその税率のやつはちょこっと見せるけど、まあそんなネットで叩きゃ分かる、個人事業主税率とか所得税とかかかれば、でこっから多分所得だから手取り、まあ利益だから、ここから究極はあの健康保険料とか試験民税だとかは決まるもんで、究極言ったらさ、このね1000万にこのさ所得税とか住民税試験民税ってかかってくると思うんだけど、いろんなやつが。究極は一人親方ってここにかかるわけよ、同じ1000万だって税金が、まあ、安いって言ったらせいだけど、まあだって売り上げだからね、これは収入じゃないよっていう考えだから、もちろんだから470万に税金とか全部かかってくるわけよ。で子供がおったら例えば保育料とかも全部そのここから計算するわけで、これ最後にもうちょっと あんまり長いとね12分だね、もうあの川合君に怒られちまうけど会社員と一人親方の違い、ちょっとこれちょっとさらっと説明するが、会社員は手に乗る前にまあ税金がかかるだよね、まあお金もらう前に税金引かれても渡されるけど、一人親方は手に乗ってからまあ税金計算するっていうのと、まあ2番、会社員は経費が認められにくい、まあね究極やね、あの住宅ローン控除とかなんかあると思う、あれはもうそれちょっと税理士じゃないで詳しいことは説明しんけど、あのなんか、まあ、会社員も あそこからなんか税法上ちょっと認められるいろんなもんがあると思うんですけど、で一人親方はほぼ経費で認められるって、まあまあ難しいけど、例えば俺これちょっと今日、まあ、これもらったやつだけなんだけど、これ今日日焼け止めなんだけど、これ俺 YouTube 撮ってるもんで、それは日焼け止めいるわね、だから日焼け止め経費で買ってほら認められるわな、うん、でこのコップもそうだよね、会社で使うコップだで経費は認められる、もうこのピコハンマーはこれ完全に、このヘルメットも完全に経費だよ、うん、でまあここだな。で次、会社員と厚生年金、あ会社員の厚生年金は今の年金受給、あそうそうそう、で大きな違いはこれ、あちょっと戻るね、あの従業員これでもあの厚生年金っていうのは積立保険っていうかさ、年金じゃん。で、大人になった時に、まあ、じいちゃんになった時にいっぱいもらえるでしょ。まあ、まあ、ばあちゃんかもしれんけど。で、ここにはさ、社会保険料っていうか、その、あ健康保険じゃなくて、あ、厚生年金っていうか、年金は入ってないんだわ、もちろん。ね。だけど、この、ちょっとまあ、あのね、説明すると、会社員は厚生年金は今のじっちゃんばっちゃんのために払ってんの？で俺も、まあ、給料さ、まあ、1000万より、まあ、ちなみに多いんですけど、まあ、すごい金額厚生年金引かれてんだけど、俺がその65か今もらえるのが65になったからそれ全部返ってこないのは 100%、 うん、でそんなもん納得できんと思ったけど俺は。だけど、まあ、違うと、今の年寄りに俺らは払っとるだけで、俺が今度65か、まあ、70かもらえるんだ、まあ、あれも伸びてっとるでね、70からもらえるとしても、その俺が70になった時に若者からもらうわけよ、払ってる人たちからね。
だけど一人親方っていうのは自分のために、まあ積立型保険に加入するっていうのがあるんですけど、これ小規模企業共済か、これってね個人事業主も入れるんだわ。でこれ知っとる？あの俺もちょっとさらっと知識で、俺これ入ってないというか、俺小規模じゃないから、あの個人事業主じゃないからこれ入れないんだけど、あの 120% ぐらい返ってくる。で10年で例えば1000万、まあ、10年でね毎年100万払ったらすごいよ。で1200万になって返ってくる。あの簡単に言ったらね、ちょっとネットで調べてほしい、俺間違ってるかもしれない、でもザクッと言ったらそうだと思う。俺ちょっとこれもうその10時にね しゃべる前にこれ一生懸命勉強したもんで、ね、ザクッとね、まあ物はしとった。であと中小企業倒産防止協会って言ってあってさ、俺これはもううちの会社も入ってんだけど、毎月例えば、まあ、10万でも5万でも1万でもいいんだけど、あの毎月積み立てていくので、それ 100% 全部返ってくるんだわ。金利はつかんかったと思うけど、ただその元請けさんとかが、これ個人事業主さんこれ本当にやった方がいいけど、10倍かね20倍まで、例えば毎月5万やって1年間やってたら60万あるじゃん、まあ、10倍だったら600万金が借りれる。あの元請けが潰れた場合に限りね、自分が売り上げが元請けからもらってるわけじゃん、まあ、まあ一人親方だったらさ、まあ、究極やうちの会社におる一人親方たちは俺が潰れた場合に金が取れん場合があるわけじゃん、潰れたもんで。その時に金が、まあ、借りれるだけだけど、銀行行ってなんだって言ってさ、あれよりもさ、この安く借りる、金利も安く借りるはず。なのでこれねすっごいおすすめな、うちもやってる、もうマックスやってる、入れるマックスね、月20万ぐらいまでしか入れるのマックスかね。でそれも入ってるんですよ。でこれ本当に面白い話なんですけど、今この小規模共済と、まあ河合くんもうちょっとだけ喋らせてね小規模企業共済と中小企業倒産防止協会のこの払ってるお金っていうのは、ここの経費にバカバカ参入できるわけ。ということはここのね利益を減らせるわけよ、うん、でこの利益を減らしたら何が得っていうと、まあ、これ最後のページね、うわ17分喋っちゃった、えらいことだなこれ、まだ川君に明日怒られるわって言ってでこれ何言ったら個人事業主の課税方法だよね。だから195万円以下だって、この利益が195万円以下になってしまったら税、まあ、5% しかかからないわけよ。195万っていう利益だったらこの 5% しかかからないわけだって、 10% で19万なので9万ぐらいなのか。で195万から330万になった、330から690だったって 10%、20%、30% って上がっていくんですけど、この分を引いていいよってこと。例えばまあこれがちょっとね時間ないでちょっと焦っちゃってたんだけど、40万って書いてあったら400万利益が出たら360万だよね。40万引けるから、これがもう40だとしたらね、に対しての 20% かかりますよっていうこと。でも全然安いんだわね。だってあの中小企業その年金だなんだって積み立てやってきゃもちろん下げれるし、まあ、うちの一人親方でもやっぱ経費参入して車買っただとかなんか全部入れるとやっぱここぐらいに収まってくるんだよね。まあ600万700万800万800万だと月50か50で600万かで、ボーナスだなんだって入れると800万ってなかなかいないかもしれんけど、うん、だからこれぐらいに収まってくるわけよ。だって本当にね今会社員で見たらさ260万経費引かれるわけでしょ、うん、これがさもうここまでぐらいに抑えれたらいくらになるって、うん、なのでどっちが得か損かじゃなくて、まあどっちでまあね一人親方になれば従業員も雇えるだろうしね、いろんなことがまあメリットもある、でも従業員のメリットももちろんあるから、どっちがいいとか悪いっていう話じゃないよ。叩かないでね、これ初めてこのパソコン使って叩かれたらちょっとショックだね。でまあ、今度はまあそういう話もしていこうかなと、まあ、思うんですけど、まあ、この税金のことはこれやっぱりちゃんとやった方がいい。だってこうなりゃそんなにかかんないんだわ。で税務署に行ったら全部教えてくれるから、だからあの一人親方で結構もう税金申告してる、究極やさ安いさ月々30万が40万ぐらい稼いでる子がさ経費参入したらここに以下になるわけ。それで利益100万だったら 5% でも5万なわけよ。で申告ちゃんとしたから年金も全部決まるわけ、金額が。で こんな所得者だったらあの試験民税とかもうめちゃくちゃ安いで、多分そりゃそうだわね、190万しか所得ねえんだもんね個人は、うん、で500万売り上げがあってもね190万以下になるよ。だって絶対申告した方がいいっていうのがまず一つで、
今ゼネコンとか大きいところもみんな社会保険入ってガッチャガチャやってるでしょ。あれだって究極言ったら国がやってってんだよね。もうだって一人親方にされると国がそうなもんで、こんなもん。なのでまあ国が大きい大企業にもう圧かけてんだよね。社会保険入らせろ入らせろって、職人入らせろって。で結局は税金の取り所を見つけてんだわ。うん、だいぶ税収大きいと思うよ。だいぶ変わっていたと思うよ。もうだいぶ社会保険加入してるでしょみんな。もう大体俺の知り合いのゼネコンの下請け2時3時やっとる子たちはもう社会保険きちっと入ってやっとるもんね。だから社会保険がいいか悪いか、悪いって言ってるわけじゃないからね俺は。うん、だって一人親方がいいって言ってるわけでもないけど、その税金のかかり方はこうですよって話だからね。うん、でそこだけちょっと考えて、まあ、皆さん今日は本当にグッとマジでつけてください。ちょ本当に誰かわからんから、でチャンネル登録と本当にわからんからね、まあコメント入れてくれたらもう最高だけど、勉強になりましたとかパソコン使って頑張ってますねって褒めてくれたらもう本当に最高なんで、ちょマジでちょっと褒めて、ちょうどもうやめようかなと思ったんですよ。もうあんまり伸びんしね、で悪口も書かれるし、何言ってるかわからんこの人って書かれるやつもおるし、もうちょっと早く喋らんか早く喋らんかと思って、なんかもっと本当に普段ゆっくり目なんだけど、やっぱね動画だからちょっと早く喋らなあかん、ちゃんと、ね、ネタ作らなあかんって思っちゃうと焦って喋っちゃうからさ、なかなかうまくいかんですけど、まあちょっともうちょっと頑張って続けていこうと思って、ちょっとパソコンバージョンでこれからいこうと思いますんで、時間かかるけどね、これ1本作るのに時間かかるから、まあ週に、まあ、2本ぐらいにしようかなと思ってますけど、必ずこれお願いします。